僕たちは幸せになる。この旅路を行くんだ。ほら、笑顔が。とても似合う。なんで俺はこれを歌ってるんだ。はい、ということで今日もやっていきたいと思います。はい、今最初の40秒が無駄になりました。皆さん40秒が飛ばして見ていただけるといいと思います。でもね、あのね、本当にね、俺は別にあれなんだけど、こういうのが好きな人もいるんですよ。なーにーでしょ。はい、ということで今日質問1つ目、今日は2つぐらい答えていけたらいいかなと思います。バドミントンの実業団選手は現役引退後にコーチをされている方がいると思いますが、誰でも希望すればコーチができるのでしょうか。やはりある程度の実績とスキルが必要なのされるのでしょうか。誰でもは無理だよね。一番はでもやっぱり実績かな。指導力というより実績じゃない。だってこれダメなんですよ、本当は。これで言っちゃダメなんですけど、流れでいくと実績がある人がそのままコーチとかになった方が、バドミントンのことを本当に知らない人が納得するわけですよ。で、納得させないといけないのは会社の人たちなので、そういう点でも実績があった方が、まあ、スムーズにいくとね。これ選手と指導者全然違うんで、選手っていうのは簡単に言うと、一概にそうとは言えないですけど、すごく簡単に言うとスーパーマリオ、で、指導者っていうのはコントローラーです、簡単に言うと。でもね、スーパーマリオのようにコントローラーの通りやっちゃダメなんだけど、選手はね、そればっかりでやっちゃいけないんだけど、今指導者の話なんで、あえて言わせてもらうとそういう感じ。だから何が言いたいかというと、コントロールできなきゃダメなわけですよ、選手を。絶対的に指導者は。だからそういう点で言うと、僕はいい実績がある選手がいいコーチになるとは限らないと思ってて、僕はその選手を辞めて2年3年はそのことを勉強して、最終的にその何指導者になるならないを決めていった方が絶対的に日本としてもいい流れになると思うんですけど、やめてそのまま指導者なんて絶対無理なんですよ、本来は。でもみんなね、結構やりながらこう何どういう感じかっていうのをね、手取り足取り分かっていってやっていくっていう感じなんですけど、本来それじゃダメじゃないですか。でもアマチュアだから許されてるだけであって、プロだったらもう絶対ダメですよね。で、プロだったら絶対ダメなんですけど、ナショナルチームでも同じようなことが起きるんですよ。実業団ならいいと思うんですよ、僕これ。別に。その勝手にチームの問題じゃないですか。会社の問題なんで、会社が決めればいいんでね。ナショナルチームは俺これじゃダメだと思うんですね。そのままいい選手が、その結果を出した選手がそのままスタッフになるっていうのはあんまり僕はよろしくないかなというふうに思いますし、なんかコーチの研修みたいなのもあるみたいなんですけど、まあ、そこら辺の僕はその細かいところは知らないんで、もう僕は結果しか見てないんでね、そのいい選手が育ってるか育ってないかしか見てないんで、現状あまり育ってないですね、いい選手が。昔からそうなんですけど、高校時代まではみんな結構強いんですよ。強いって言い方悪いけど、それ学校の先生が頑張ってるから、もちろんね、その強い選手に対しての学校の各実業団さんの協力あって、大学さんのその協力があって高校生が強いっていうのもある、もちろんありますけど、そこからのこの伸びが、ここまではこうグーっていってるところが、なんかね、社会人になったり大学行っちゃうと、ちょっとこうそのね、線がそこまでこう平行になっちゃったり、もしくはひどい選手に関しては落ちちゃったりしてるイメージがあるんで、僕は実績とスキルは、スキルって言い方おかしいですけど、必要ないがなくても俺はいい指導者にはなれると思うんですよ。あとはもうそのチーム柄ですよね。チームの色、チームの形だって、簡単に言いますけど、もちろんね、技術的なことも教えないといけないね、いろんなことやっていかないといけないね。その中でスキルを教える人が、変な話スタッフが5人いますと、4人でいいっす、いや4人でいいっす、4人から1人いればいいんですよ。はい、技術的なことを教える人が1人いればいいんです。で、1人メンタル的なことがちゃんとこうね教えればいいんです。もう1人はじゃあこのフィジカル的なこと、
で教えればいいんで、一概にこうね、なんか実績とスキルが必要とされるかって言ったら、一人は必要ですけど、実業団で大体3人から4人ぐらいのコーチってみんなやるんで、どこも。